どこでこの指輪を手に入れた？寺院の賽銭泥棒？それか博物館襲撃？ちょっとした歴史のお勉強だ。こんな小僧め。俺らがもしあるものを手に入れられたら莫大な報酬を支払ってくれるというクライアントがいるんだ。通称願いが叶う宝石。何百万ドルの代物だ。何億ドルだろう。簡単に手に入るわけないでしょ。これは偽札だ。これは偽物。お前はハメられたんだ。泥棒同士のお約束ごと。海賊兼ビジネスマンだ。海賊だろ。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。私たちまで殺されるわ。バカ言うな。チームだな。仕方ない。ま、なるようになるでしょう。プレイステーション。